はい、こんにちは。まえチャンネル前原で す。今日はこちらですね。妖怪ウォッチの妖怪おみくじトランプです。はい、こちらですね、妖怪ウォッチのこの絵柄が入ったトランプだけじゃなくてですね、このね、メダルの伏竜がついてくんだよね。うん。ホロメダルのね。うん、この伏竜はね、とりあえず持ってるけども、ちょっとこのね、トランプが欲しくて購入しました。で、ラッキーおみくじがついてるんですね。うん、だからね、これトランプができないお子さんでもですね、ちょっと楽しめるんじゃないかなと。そうかな。うん、ここにトランプの下におみくじがついてるみたいですね。じゃあ早速開けてみようか。うん。おおバラバラと出てきちゃったよ、トランプが。はい、中には妖怪メダルの伏竜、これが一つ入っておりますね。はい、トランプは全部で54枚ありますね。こんな感じです。でカード自体はプラスチックではない、ちょっとね、紙ですね、これ。ちょっとそれが残念かな。紙だとね、濡れちゃったりするともう使えなくなっちゃうからね。そしてこちらが絵柄ですね。コマさん、これコマさんだね。かわいいね。こんな感じだね。認めんさいこぐじ、道道無駄遣いコールニャン、横取り、セミマユ、和戦坊、コマさん、コマジロー。あ、ほんとだ、コマジローが肘出てるよ。あ、コンビ変わって、あ、この辺も、この辺は何、下も人面犬、これ。あ、そうだね、人面犬、ヨガッパ、キモジー、サトリちゃん、アジアジハ、これ何、ウラチュン、チュン、チュン太郎、モレゾーだ、モレゾー、ロボニャン。え、これ何、西洋館、西洋館、メチクソン、リュウ君、一面犬、レジェンド、あ、今やん、ヤバチン、ヤンケビ。このカード面白いね。うん、この棒のジバニャン、ジミー、あ、ジミーちっちゃい。あ、ほんとだ、ジミー、やっぱこうやって地味に隠れてんだよ。うん、やっぱり地味になったんだね。ダルダルマ、トホホジソン、トホホって、トホホっていいと思ってるし。ケング、シチコムリ、マルニャン、ライオト、グレービー、ネガキブーン、ゴロキ、ノーヨリール、ブシニャン、レジェンド、いいね、ブシニャン、キチノコ、コマジロワカメくん、コンボさん、ブヨウチンボウリカベムーリーって書いてある。トゲニャン、トゲニャンなんか面白いね。トゲ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 ってもいいんだけど、ヤドバナ、ウナズモノ、チカムチ、メラヤマナイオン、バフロバ、チュービー、ウィスパー、これがウィスパーと赤鬼、赤鬼がジョーカーだね。ダメってこと。エイシン君はまだトランプができないから、せっかくだからさ、これちょっとあのカード切るからさ、あのおみくじやってみようか。一回だけね、今日の運勢を占ってみるよ。よし、じゃあまずパパからおみくじ引くよ。パパ一番上から引くね。せーの、はい。あ、無駄遣い。無駄遣い、これなんて書いてある？末吉。末吉か。末吉って？末吉はね、吉よりちょっと下。欲しくないものをついつい勢いで買っちゃうかも。でも買ってしまったら後悔しないことだって。じゃあ今度 A ちゃんね。はい、じゃあ A シン君お願いします。2番目、お、ゴールニャン。ゴールニャン何？お、大吉。お、 A ちゃん早速大吉出た。 A シン君大吉ですか、今日はいい日じゃん。じゃあ早速大吉出た。なんて書いてある？大吉はとにかくすごいかも。君の価値はプライスです。黄金のオーラを放ちまくりって書いてある。うわやったね、 A ちゃん今日すっごいスーパーラッキーな日だよ。 A ちゃん道の大吉来た。素晴らしいね。じゃあ最後にですね、ついてきた伏竜のメダルをですね、音声確認しましょうか一応。うん、はい。俺の友達出てこい伏竜、よく見て、セットオン。あ、そうそう、悪しい、これだと出会うかな。え、もう一回やり直し。ちょっとおかしい、今のおかしいね。あ、そうそう、いいだろ。え、え、待って、ちょっと待って、普通に入れてみようか。うん、あれ、これなんかおかしくない？待って、はい、ですね、
聞いていただいた通りですね、ちょっと福竜のメダルが不調ですね、うん、うちに持っていた福竜の同じメダルでもですね、うん、なぜか先ほどのような途中で途切れてしまう音声になってしまいました。ニョロロンのメダル他にも入れてみたんですけど、そっちのニョロロンでは問題なかったもんね、うん、東白ザメだっけ、うん、東白ザメ、うん、他の種族でも最後まで聞けるので、この福竜だけがなぜか聞けなくなってしまいました、うん、ひどいちょっと困るね。だってこのメダルはさ、この前開封した時聞けたんだぜ、うん、おかしな話だね、うん、なんかちょっとこの福竜のメダルが残念だったけど、トランプの出来としてはまあまあいいね、うん、うん、これからエシン君もうちょっとですね、トランプの、ルールを覚えてですね、これでどんどん遊んでいきましょう、うん、はい、ということで今回は妖怪ウォッチの妖怪おみくじトランプでした。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね、高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね、動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。